サージャント米はアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ急行空母艦の29番艦。サージャント米は当初アバグマイナス83と分類されたが、1942年8月20日にアクブマイナス83に艦首変更され、11月11日にレンドリースによってイギリスへの対応が決定する。1943年6月21日に、 アメリカ海軍への配属に変更され、7月15日に、区部マイナス83へ、艦首変更される。1943年11月8日に、海事委任契約の元ワシントン州バンクーバーの、カイザー像戦所で寄港する。1944年1月31日に、イーリス W デバウンプ人によって浸水し、1944年3月9日に、 WT ラジュアー艦長の指揮下収益する。完熟訓練を終えたサージェントベイは中部太平洋方面の味方航空基地への航空機輸送任務に従事した後、8月17日に新珠湾で第3艦隊に加わった。翌日、サージェントベイはエニウェト区間賞を経てマヌス島に向かい、11月6日にはフィリピン沖で第38任務部隊に対して、 洋上補給を行った。第三艦隊におけるサージェント米などの護衛空母はマヌス島及びウルシー艦省から出動して広報支援と紹介に徹し、大型空母が長期間の洋上作戦を実施できる支えとなった。そのかいあって第三艦隊はカロリン諸島、パラオ、フィリピン、台湾及び南シナ海で 日本軍のあらゆる妨害を受けつつも多大な戦果を上げることができ、フィリピン奪還を成し遂げることができた。サージェント米も1945年1月27日までの間、ウルシーを拠点として活動し、第38任務部隊が2週から4週にわたる活動を支援した。なお、第38任務部隊が1944年12月17日にコブラ台風に遭遇した際、 サージェント米は第38任務部隊には随伴していない。1945年2月、サージェント米は硫黄島の戦いの支援で出撃し、2月16日には硫黄島近海に到着。サージェント米の航空機は3月11日に硫黄島近海を離れるまで、対地攻撃支援、空中紹介及び対戦紹介に出動した。3月16日、 ラジュアー艦長は、リチャード・マクシー・オルバー艦長と交代。サージェント・ベイは引き続いて、沖縄戦に参加し、3月25日から6月20日までの間、洋島と同様に、対地攻撃支援、空中紹介及び対戦紹介に任じた。その間、4月7日から18日は、補給部隊の護衛を行い、5月15日から6月2日に、かけては、 グアムアプラ港で修理を行った。サージェントベイは6月23日にレーテワンに帰島後、約1ヶ月の待機を経て、オーバーホールのためアメリカ本国へと向かい、8月9日にサンペドロに到着した。オーバーホールが完了すると、サージャントベイはマジックカーペット作戦に参加。10月にハワイから福音兵を2度輸送し、11月から12月にかけては、 エニウェトク艦渉と沖縄から二度の輸送を行った。任務終了後、サージェントベイは1946年3月23日に不活性化のため、マサチューセッツ州ボストンに到着し、7月23日に予備役となる。その後、1955年6月12日に買うマイナス83に艦首変更された。 サージャントベイは1958年6月27日に除籍され、1959年7月30日にニューヨークの JC バークウィット社に売却、1959年9月にベルギーのアントウェルペンで解体された。サージャントベイは第二次世界大戦の先行で6つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。